モササウルス赤は、後期白亜紀に生息した、海星爬虫類の派生的なグループである、モササウルス科の赤の一つ。モササウルス赤に属する動物の化石は、南アメリカ大陸を除くすべての大陸から、産出している。モササウルス赤がその姿を表したのは、中ロニアンの時期であり、マーストリヒチアン末期の大量絶滅事件まで、反映した。体格は幅広く、 モササウルス科で最小の属や中型の属、全長17メートルに達したとされる最大の種まで、含まれる。モササウルス科の属の多くは、魚食性あるいは大型魚類や、他の海生爬虫類を接触したが、グロビデンス属の葉は、物体の破採用に進化しており、アンモナイトやウミガメの捕食に適応していた。チューロニアンからサントニアンにかけては、 クリダステスといった比較的小型のものに代表されるが、カンパに、アンの間に多様化して、マーストリヒチアンまでに最も派生的で種々も豊富なモササウルス科の赤へ成長した。モササウルス赤の語源はモササウルス属に由来する。ラッセルは以下の特徴に基づいて、モササウルス赤を他のモササウルス科から区別した。 ベルが1997年に行ったモササウルス上下の系統の再評価では、モササウルス赤はそのまま系統群として扱われたが、ラッセルの設立したプログナトド,ドン族をモササウルス赤に加えた上に、新たなモササウルス赤としてグロビデンス族が設立された。モササウルス赤は通常2つの海分類を含み、グロビデンス族とモササウルス族に分けられる。 第三の属として、プログナトド,ドン属が含まれる場合もある。クリダステス属も含まれることがあるが、実際の分岐群というよりもクリダステスを含む、付属的な分類群とされるのが、一般的である。ウミガメを追っているように組み立てられたクリダステス、リオドントゥスの骨格以下のクラドグラムは、シモイエス・エトールに基づく。ホッシルワークス、モササウリナエ。 fossilworks.org 2017年9月10日閲覧。ポルシン、マイケル・ J、ジェイコブス、ルイス・エル、アラウージョ、リカルド・シュルプ、アン・エス、マテウス、オクタビオ、フィジカル・ドライバーズ・オブ・モーゼ・サウル・エボリューション。パレオ・ジオグラフィー、パレオ・クライマトロジー、パレオ・エコロジー、フィジカル・ドライバーズ・イン・ザ・エボリューション・オブ・マリン・デ・トラ・ポッツ、400。 1727土井10.1016 JPALEO 2013.05 018 AB RASSEL DALE A Systematics and Morphology of American の思想図 Breading of the Peabody Museum of Natural History HTTP Peabody Yale Edul Sites Default Files Documents Scientific Publications イプム 23967PDF ベル GL Jr. 1997A ファイロジェネティックリビジョンオブノースアメリカンアドリアチックモササウロイデアピアニッシモ293332キャロウェイ JM&EL ニッケルズエンシェントマリーンレプタイルズアカデミックプレス501ピアニッシモジャーベイス p1853 オブザベーションズリレーティブソーレプタイルズファシルデフランスエーキャドサイパリコンプトレンダスサンジュロクサンブラクナイカルサンブラクナイカルコニシタクヤタキソノミックリアサインメントオブザファーストノーンモーゼサウルスペシメンフロムジャパンアンドエーデスカッションオブサーカム パシフィックモーゼサウルパレオビオジオグラフィー。ジャーナルオブバーテブラットパレオントロジー27517520ドイ10.16710272から463427517トラットフムニドドッットレイシーオーに、ありがとうございます。